ないと。ああ、なんてこと。会長もご機嫌だったよね。あれならどんな会社が乗り込んできても勝てるよ。いやいや、デザインの最終仕上げってのはこれからだからね。とにかく頑張ってくれ。部長も来年の1月までには自走車の製作に持ち込みたいって張り切ってたから。経理から預かってきた特別仕様。おお、ブレド。いいよな君は。こっちは特別仕様なんて拝みたくたって拝めないんだ。同期に入社して秘書課あたりでうろついてる僕とは人種が違うよ。そうなの君ね。まあ君はそれだけ重大な仕事をしてるんだから文句はないで起こった奇怪な男の変死事件は行く手に捜査の困難が予想され、警視庁は SRI に事件の究明を依頼することになった。物取りかね。いや、遺留品を調べたんだが、それらしい形跡は見当たらんのだ。ような山だね。まったくお手上げだよ。まあ、そこで SRI に落ち合い拝借というわけなんだ。いらっしゃい。お。お呼びですか。マキ君、チラス菌というのを知ってるか。チラス、どっかで聞いた。あ、そうだ。アメリカで発見された特殊な細菌では、確か西部で猛威を振るい、家畜類が一夜にして白骨化するという出来事がありましたね。ご名答。そのチラス菌が変死体から検出されたんだそうだ。何ですって。先輩、待ってくださいよ。警部、今本庁行ったんですよ。そしたらこっちへ回ったってもんだから、とんだ行き違いさ。いやー、気もんじゃった。信号無視、スピード違反、事件と聞くとちょっとず盲信なんだからな、先輩は。警部、長官には第三景品の事件しか載ってなかったけど、他に変死体が2つも見つかったそうじゃないですか。今度はこの男だ。
マルス自動車の設計係をやっている倉本という男だ。今度はしくじるなよ。いやだ、いやだよ。もう、もうあんな恐ろしいことすんな、ごめんだ。まさか本気でそんなこと。勘弁してくれ。もらった金は返す。誰にも言わねえから。今さらそんなことを言ったって。もう三人もやっちまってるんだぜ。いやだ、いやだ、俺にはもうできねえ。おい、あんな恐ろしい殺しはごめんだ。金はいくらもらっても嫌だ。でチラス金を浴びちまったよ。バカなやつだ。早く始末するんだ。はっ。倉本は昨夜から江ノ島のヨットハーバーに。ヨットハーバー。と召し上がる。ああ、今夜は西条の書なのかだ。飲もう。やつは飲んべえだったからな。そういえばこのグラスも西条さんからいただいたのよ。よせよ。ええ、あら、氷がないわ。に起こっている。まるでお花畑だ。何ですか、ちょろちょろしてんのは。被害者が死ぬ間際まで持っていたハモニカから検出したんだ。臨死目特有のもんだ。動いてんのはチラス菌だ。臨死目。うん、腸か蛾の鱗粉だね。事件は夜発生してるから、おそらくがだね。すると被害者はチラス菌を含んだがの鱗粉で。確かなことは言えんが、チラス菌を持ったがが発生しているんだと思うんだが。昭和30年頃にもフラバという毒蛾が発生したじゃないか。人間を泡状に溶かすような毒蛾か。日本にだって五千種の蛾がいると言われてるが、それでも毎年新種が見つかってるんだ。いないという確証はないね。どうも犯罪の匂いがするな。チラス菌をばらまいてる通り魔がいるんじゃないのかな。犯罪ね。だって被害者の中にマルス自動車の社員が二人もいたじゃないですか。そりゃ偶然ってことだってあるさ。何者かが蛾にチラス菌を植えたんだ。細菌清掃に使われる媒体だってハエやブヨだ。これは計画的な殺人ですよ。スケさんらしい乱暴な推理だね。乱暴？警部、これは間違いなくガを使った殺人ですよ。
殺人？助さん、ガが光に向かって飛ぶ習性を利用してるんだ。ハイウェイではヘッドライト、ヨットはランプの明かりです。お、他の4人の犠牲者は計算に入れないのか？偽装です。おい、ちょっと。他の被害者は偽装、自然発生したガがやったように見せかけるために無差別に殺してるんだ。君の悪い癖だ。何でもすぐ犯罪に結びつける。 SRI は警察じゃないんだ。すいません。三沢は何者かがダニチラス菌を植え付け、マルス自動車の設計技師を狙う計画的な殺人事件だと確信を持った。次に狙われている者が他にもマルス自動車にいるはずだ。ねえ、新聞に私たちのことが出てるわよ。ああ、しばらくだな。君の仲間で最近変な事故に遭った人はいないかな？いや、別に。それならいいんだが、自動車業界は相変わらず競争が厳しいだろうね。ああ、食うか食われるかさ。君のところが他から特に目をつけられるような計画はないかね？あ、どうも。そうだな、うちがそろそろモデルチェンジするらしいという噂は聞いてる。しかし大事な時に設計技師が二人も死んじまって会社もだいぶ慌ててるよ。しかしまあ、主任の新田さんが残ってるから仕事は順調にいくと思うけどね。新田？こちら三沢、これから世田谷方面へ急行する。牧さん、牧さん、三沢さんからです。助さん、どうやら君の勝ちだ。君の乱暴な推理が的中したんだ。ガの体質から考えて、何者かの手によって人為的にチラス菌を植え付けられたらしい。実は狙われている男がもう一人いるんです。何？誰だ？マルス自動車の設計主任をやってる新田秀美です。この事件はモデルチェンジに絡む何者かの陰謀ですよ。これから新田氏の自宅に行ってみます。よし、分かった。何かあったら連絡してくれ。三沢からの SOS 信号だ。何かあったか？場所はどこです？箱が切れたんだ。少し休んだら。
汚いわね。はい。ダメよ、起こしちゃ。今寝ついたばっかりなんだから。SRI のもんですが、新田さんですね。ええ、SRI、何か。うちの三沢という男が伺ってませんか。いいえ。あ、ミルクの時間だわ。実はですね、我々のところでいろいろ調査した結果、一連の変死事件はですね、倉本さんと西条さんを殺すための計画的な犯罪だと分かったんです。それで。どうしたんだ。動かないで。
ここだ。逮捕した男の証言で、事件のバックに巨大な外国資本が日本上陸を狙っていることが分かった。金に目がくらんで手先になってたらしい。まったく恐ろしい時代になったもんさ。資本の過当業者もここまで来ると、まさに現代の怪奇ですね。マクさん。おう、早くこの蝶々捨てましょうよ。そいつにはチラス菌がついてないから、花畑でも行って話してやんだな。三沢君、傷はどうなのかね。おい、助さん。まったくちょっとつ盲信なんだからな、先輩は。おい、ちょっとつ盲信の三沢の行動力が牧の判断を上回って事件を解決へと導いた。三沢は包帯を巻いた頭の中で、怪我の功名ですよと牧に言っていた。怪しい夢、誰だ誰だ誰だ。悪魔が今夜も騒ぐ。